皆さんこんにちは。今日の実況は私西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えしてお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあいにくの雪というコンディションです。これが試合にどう影響を及ぼすんでしょうか。そろそろ試合が始まります。今日も多くのサポーターが集まっていますね。そうですね。選手たちもいい意味で緊張してるんじゃないでしょうか。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。キックオフ、試合が開始されました。タッチライン際を上がれそうです。ミロシュ・ニンコビッチ、シュートを打ってきた。前半に動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この角度からも見ましょう。試合は早くも先制点。立ち上がり6分、得点が生まれました。パクチュホ、チャンスを狙っています。ここでスローイン。サイドへパスを出します。ニアポストにいいクロス。キーパーがクロスをパンチング。ミロシュ・ニンコビッチ、デヨング、パクチュホ、スローインでのリスタートとなります。パクチュホ、カットしました。ここはどうするでしょうか。ミロシュ・ニンコビッチ、
前に出しましたが気を抜けません。デヨンクサイドをえぐって中を見る。キム・インセン、パク・チュホ、ここでシュート、ディフェンスがブロックしました。パス、続けてパス、試合もボールも支配しています。グラント、中央にクロスが上がった。ここはキーパーが簡単に抑えました。キム・インセン、ボールを取りました。さてどうする。The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time.キム・インセン、中央にクロス、クロスは通りません。チャンスを潰しました。レフリーの笛が、後半戦の開始です。ここはうまいタックル、ただし相手ボールのスローインです。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。パク・チュホ、この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。じっくりと出しどころを探します。このカットは大きい。しっかりと奪いました。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。どちらもここで選手の交代があるようです。うまいパス、これはいい反応でした。今度は止めましたね。グラント、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。アドバンテージ、そしてこのファールにはフリーキックが与えられます。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。
ゴールキーパーがうまく前に出ました。試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。雪が激しくなってきました。ピッチにも白いものが目立ちます。これは体力的にも選手たちはだいぶ辛いですね。アレックス・ウィルキンソン、グラント、デヨンク、パス見えてますね。いいですね。今のパスもそうなんですけど、そこに至るまでの動きがキーパーの守備範囲です。どうやらサイドをつけそうです。ファーにボールを入れた。キーパーがクロスボールを弾き出しました。中を確認したい。パクチュホ、キム・インセン、素早くボールを返した。このボールは相手にクリアされました。このチャンスにスタジアムは沸いています。うまく生かすことができるでしょうか。サポーターの期待に応えたいですね。グラント、試合は終盤までリードしています。守りを固めたくなりますが、素早くパスを回し続けます。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。キム・インセン、試合終了のホイッスルが吹かれました。福西さん、今日の試合いかがでしたか。どちらもいい内容でした。フレンドリーマッチですから、勝敗に関しては気にすることもないと思います。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。